現れません。どんな人が見つかるか、それはリンにもわからないにゃ。何か勧誘のコツでもあればな。そうだにゃ。こうやって声を張り上げて、アイドル部いかがですかってやるといい人が来るから。アイドル部いかがですか、アイドル部いかがですか。置いていきましょうか。そうね。あら、どうしたの、かよちゃん。大丈夫？さっき、ほのかちゃんたちを見かけて追いかけてきたんです。ごめん、かよちゃん、気づかなくて。いえ、それより、私たちのお手伝いをしてくださる方ですよね。私は小泉羽男、1年生です。かよちゃんは、スクールアイドルについてとっても詳しいんですよ。何か手伝ってほしいことない？そうでした。スクールアイドルグループにおいては曲に合わせたユニットの組み立てもすごく重要で、どういう組み立てがいいか外から見ていろいろ考えてもらえたらなって思うんです。そうですね、編成は外から見た方が組み立てやすいかもしれません。いきなり大変なことをお願いして申し訳ありません。でもきっと大丈夫だよ。これで1年生は全員ですね。うん、次は3年生を探しに行こう。